トラックを盗難された劇団小熊沢アップル引っ越しセンターからトラックを無償で譲り受けたことを発表しました。アップル引っ越しセンターがトラック場とトラックを盗難された千葉県松戸市のぬいぐるみ人形劇団小熊沢東京都中央区のアップル引っ越しセンター 株式会社アップルからトラックを無償で譲り受けたことを発表した。2022年1月に、小熊沢公園に必要な舞台セットやぬいぐるみ人形の積載されたトラックの盗難被害にあったツイッターにて目撃情報を募ったことをきっかけとして、茨城県鉾田市の中古車販売業者にて同車両は発見されたが、 自走が不可能な状態になっていたと報じられていた。なお、盗難車の保管などに関与したとして、容疑者複数名が逮捕されている。今回劇団小熊座は、2022年3月16日に、ツイッターにて、アップル引っ越しセンター様から、トラックを、お譲りいただきました。大切に乗り継がせていただきます。この場を、お借りしてご礼申し上げます。 ありがとうございましたと発表。合わせて、性能運輸株式会社、株式会社イスズユーマックス、富士トランスポートがトラックの提供を申し出ていたと発表された。